はい、谷内です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけれども、何もしないのが一番健康というお話をさせていただきたいと思います。はい、これどういうことなんですかっていうと、まあ、僕のね動画って、まあ、小顔のマッサージから始まって、まあ、いろんなこと言ってるんですよ。腰痛のこととかね、まあ、いろんな健康のこと、病気のこととか話してるんですけど、まあ、あんまりねその病気のこととかね、根本的な考え方とかの動画って、まあ、ぶっちゃけあんまり誰にも見られてないんですよね。あの一番見られてるのはね、あのほうれい線を30秒で、消すとかね、たった1分でなんとかとか、まああの小顔のね方のね、まあ、簡単なマッサージの方がやっぱりね、見られてる率が高いんですけども、はい、まあ、でもこう思ったよりですね、あのこういうコアな話ですね、その病気の話とかね、根本的な話を見てる人が結構おられるということで、で実際あのうちの店にお客さんとして来ていただいてる方っていうのは結構そういうコアな動画も見ていただいてるんですね。なんかあのそのね、ちょっと難しい話なんですけどね。なんであんまりね、まあ、ちょこちょこ言ってたんですけど、まあ、一回ちょっとまとめとこうかなと思って、はい、そういったあのコアなファンの方もおられるんでコアファン向けに、今ちょっと僕が捉えてる範囲で、どういうこと考えてるのかなっていうのをね、あのお伝えできたらいいかなと思って、あのこの動画を撮らさせていただいております。はい、で、まあ、何もしないのが一番健康なんですよっていう話なんですけども、はい、まあ、どっかの動画で言ったかな、あの、まあ、人間ってあの神様が作ったんで、まあ、そもそも完璧なんですよね。仕組みが完璧。まあね、神様とか言うとね、宗教ですかとか言う人もおられるんですけどまあもしね、そういうのが聞き苦しい方は、まあ×ボタンを押してくれればいいんで、はい、そういうのが気にならない方だけね、見てくれればいいですけども、あの仕組みって何なんですかっていうと、例えばあのご飯食べたらうんち出るじゃないですか。運動したら汗かくじゃないですか。で、なんか物飛んできたら危ないってこう目つぶるじゃないですか。はい、そういうのって最初からある仕組みじゃないですか。うん、なんか別にね、運動したら汗を出すぞって別になんか勉強したわけじゃないじゃないですか、人間がわざわざ。うん、最初からある機能、仕組みですよね。はい、で、そういうところを全部作ってくれてるんですよ。もうちょっと例えを変えると、人間って何でできてるんですかっていうと、あの水が 70% ぐらいなんですよね。まあ 60% の人もいるでしょうけど、でタンパク質とかあるじゃないですか。まあアンモニアがほにゃららとかね、窒素がどやとか、窒素、ちょっと漢字が出てこないわ。窒素がなんぼやとか、まあ、炭素ですね、 C がなんぼやとか、まあいろいろあるじゃないですか、構成要素が、構成分子っていうかな、はい、まあいろいろあるんですけど、じゃあそれをね、じゃあ 水何リッター持ってきて、プロテイン何キログラム持ってきて、アンモニア、何 cc 取ってきて、じゃあそれをかき混ぜて人間作れるかって言ったら、まあ、作れないわけですよ。はい、要はその物質以外のこの人間を人間として機能させている何らかの力があるわけじゃないですか。はい、それが命であり、まあ、神様が作ったもんだと言ってるってことなんですね。僕の捉え方ですよ。はい、で勝手にやってくれてるやつね、汗かくとか、おしっことかうんち出るとか、意識しなくてもやってるじゃないですか。
あの心臓動いてるとか、はい、よし心臓を止めようとか言ってね止めれる人はいないと思うんですよ、うん、そういったもともと完璧な働きがあるんですよっていうことなんですね、はい。まあ後の動画でちょっと詳しくお話ししますけど、まあ、まず大前提としてもう最初から完璧なものが備わっている、備わっているというか存在そのものがパーフェクトなんだっていうことをまず分かってほしいんですね、はい。それが分かってないと病気地獄が始まっちゃうんで、はい、病気無間地獄っていうのが始まっちゃうんで、はい、でそれから脱しようと思ったら、そもそもいや最初から出来上がってたんやっていうねことに気づくことが大事なので、まあ、この話をさせていただいてます、はい。まあ、この話はね、まあ、この動画を見ている方の100人に1人もしくは1000人に1人が、まあ、分かってくれればいいかなという感じで、撮影してますんで、別に分からなくても大丈夫ですからね。それは普通の人ということです、はい。十分幸せだってことなんで気にしないでください、はい。まあ、とりあえず今日の動画は以上にして、まあ、次からちょっと詳しくね具体的な話していきますんで、まあ、まずは触りをお話ししました、はい。チャンネル登録まだの方はこの辺のボタンを押していただいて、また、質問ありましたらコメント欄に書いてください。それでは失礼します。